変わってはトピッカーホット情報です。トピッカー1号キャスタードライバーは小野真央さんです。小野さん。はい、石川さん。はい。男性も女性も引き締まった体の人ってすごくかっこよくないですか？そりゃそうですね。そうですよね。私も憧れなんですが。ないものを求めてしまいますが。はい。自分なりの運動じゃなかなかそんな体型にならないんですよね。ならない、ならない。ね、でも今私がいる場所はその夢を叶えてくれるかもしれないんです。本当に？はい。はい。石川さんちょっと食いつきましたね。食いつきますね。はい。今日来ています別府市浜脇のブレイブリージムは、別府市初のキックボクシングジムなんですが。キックボクシング？はい。本格的なキックボクシングだけでなく、体型を維持したい方、またお正月にちょっと太ってしまったなという方にも対応した、シェイプアップもできるジムなんです。後ろですごい音してますよ。そうなんです。今ちょうど練習中なんですよね。サンドバッグ蹴ったりしてるの？はい。浜脇南部公民館の横にあるこちらのジムで、今練習中なんですよ。でジムは、はい、青を基調としたジムの中で、キックパンツに身を包んだかっこいいオーナーにお話を聞いていきたいと思います。ぜひぜひお願いします。ブレイブリージム代表の坂正和さんです。坂さん、こんにちは。こんにちは。坂さん、キックボクシングというと激しいスポーツというイメージがあるんですが、気軽にエクササイズとして取り入れられるというのは本当ですか？はい、本当です。はい。ブレイブリージムではプロ志望の方からエクササイズとしてキックボクシングを始める方まで幅広く対応しています。例えばエクササイズ、どんな練習を行うんですか？音楽に合わせて、シャドーボクシングをしてみたり、まあ、ダンスみたいな感じなんですけど、はい、その後グローブをつけてミット打ちをします。はい。ストレス解消にもなります。あ、確かに。はい。で2ヶ月で13キロ痩せた人もいます。え、2ヶ月で13キロですか？はい。それもハードな、もうすっごく厳しい練習ではなくて、楽しくエクササイズ、そしてリフレッシュをしながら、その上で痩せられる。はい。本当、嬉しいですよね。いや、男性だけでなく、女性でも習っている方、こちら多いんですか？はい、います。女性の方からの要望もあって、1月より、午後2時から午後4時まで、エクササイズコースも開設しました。午後2時から午後4時というと、主婦の方も気軽に始められる時間帯ですよね。はい。今習っているのは子供が中心なので、これを機に親子で習うのもおすすめです。はい。親子で入会すると月謝も割引があります。そうなんですね。いや、実は石川さん、ちょうど今練習している子がですね、はい、小学生なんですよ。すごい音してますけど、ちょっとお話聞いてみたいと思います。お願いします。こんにちは。こんにちは。お名前教えてください。小島力です。力くん、すっごい汗かいてますけど、練習きつくないですか？まあ、きつい時もありますけど、楽しい時もあります。力くんは今何年生ですか？4年生です。4年生で、キックボクシングを始めてどれくらいですか？半年です。半年。キックボクシング楽しいですか？はい。ね、将来の夢は何でしょうか？ K1 選手です。 K1 選手。じゃあ、リク君はプロを目指して頑張って練習しているんですね。はい。いや、本当に大粒の汗を流す中、インタビューに答えていただいたんですけど、練習中断してすいません。練習頑張ってください。ありがとうございます。ね、しっかりした4年生ですね。本当に、体も体格もちょっと大きめなんですけど。本当、リク君かっこいいですよ。 K1 選手になれますね、そりゃ。 K1 選手になれそうなくらい、もうかっこいいです。はい。そして坂さん、プロ志望の方からエクササイズをしたい方まで、そしてお子さんから大人まで、本当に誰でも気軽に習えるジムですね、こちら。はい。キックボクシングは、怖いイメージがあるんですが、 K1 などでメジャーなスポーツになったので、幅広い層の人に気軽に始めてもらいたいです。本当に坂さんのマンツーマンの指導で楽しく練習できるキックボクシング、ブレイブリージムで始めてみてはいかがでしょうか。今日来ていますブレイブリージムは別府市浜脇にあります。営業時間は午後2時から午後4時までと、午後5時から午後10時までです。定休日は火曜日となっています。詳しいお問い合わせは電話 0977-23-0834、0977-23-0834 までお願いします。この時間はブレイブリージム代表の坂正和さんにお話を伺いました。坂さん、ありがとうございました。ありがとうございました。プロを目指したい方、ちょっとエクササイズを始めたいなという方、お気軽にブレイブリージムにお問い合わせください。はい、どうもありがとうございました。
ね、小学生の4年生の子供さんはプロになりたいということでしたが、気軽にエクササイズもできるということで、ストレス解消になりそうですね。殴って蹴って。それで痩せられたら本当に嬉しいですよね。以上、トピッカー1号キャスタードライバー、小野真央さんに伝えてもらいました。トピッカーホット情報でした。